風間凛平です、今回は、インド、北インドの楽器ですね、ゴピチャンドという楽器があるんですけど、それに真似したゴピチャンド風楽器を作って演奏してみましょう。まずこの柱から作っていきます。こんなような配線カバーですね。真ん中から割ることができます。すぐこうこんな感じで割れます。こんな形になった方ですね、これを使います。黒い丸がついてます。これは直径4ミリの穴を後で開けてくださいという穴です。こんな感じで穴が開きます。そこにこんな形で当ててちょっと力入れます。両方の手でこれでもう開いてしまうんですね。こんな感じになります。重そうです。薄くになります。こんな感じになります。目打ちです。目打ちで少しずつ穴を大きくしていけばいいんですね。今度はこの台を作ります。この糸巻きです。この長さが実は16センチです。16センチの長さに切りました。ここに、実は納豆一つつけてます。これは針金のお尻の部分につけることによってここから抜けないんですね。この作業を少しやってみます。こんな感じです。この穴に柱はこっちの向きです。こっちの向きにこうくっつけていきます。これができました。こんな感じでできました。打って。こんな感じで出ました。これを後ろからこう入れます。じゃあここの溝に少し巻きましょう。はい、完成です。こんな感じになります。